さあ来た、ストームトゥルーパー陣営で今回プレイしていきます。スターウォーズバトルフロント2、さあ PC 版ベータテストですね。で、まあ、キャラはアサルトなんでね、一番最初にやったキャラと全く同じ。タブマシンガンとグレネードと回復と、なんかちょっと強いショットガンみたいなやつでプレイしていく。で、今回はね、まあ、ピックアップって書いてるところ、なんだ、ドロイド陣営だと、まあ、守んなきゃいけなかったロケットランチャーをこっちは入手して、撃っていくっていうね、大事な役目があるんでね、茶色い、丸い、お、味方が取ってくれてますんで、僕はこうやって援護をしていく。味方がね、撃ってくれると、こっちはね、うわぁ、なんだこれ、ボムか。こんなとこにボムが。てな感じで、まあ、気を取り直して、もう一回行きましょう。で、ピックアップ、あれね、多分、味方がやられて落としちゃったやつなんでね、なんとかあれを拾って、丸い茶色いのにぶち当てたいところですね。あの船の名前とか言える人いんのかな？全然わかんないんだけど、なんか、ゆらゆらしてるバトルドレードがいるんで、ちょっと様子を。あ、なんかもう狙いそうだよな、ね、あー、ダメか。逃げられちゃった。あー、惜しい。あ、まあ、ここでやっててもしょうがないな。移動すっかな。さあ、移動しよう。まあ、あくまでね、こっちは、船止めなきゃいけないんだよね。適度に敵を倒しつつ、お、いたいたいた、あいつやった。ふぅ。おい。あ、味方が取ってくれた。あれを、撃ってくれると助かる。お、溜まってる溜まってる。お、撃てるな、あれは。撃ったかな？あれ？マジで。撃てなかった。あ、やられたな。味方がやられたんで、ちょっと落ちてるんで。取りに行きましょうか。結構ね、これ、チュートリアルとかがないからね、ルールが分かってない人が多いんだよね。なるべく、ここに落ちてるやつを取って、これ G でね、取れるんで、これで取ったことないんでね、さっと隠れて、魔物の陰から、こっそり、こうやってね、狙って、たま、いて、ちょっとやべえな。くぅ、どこだよ。いやーなんかスナイパーっぽいのに狙われてたかな？なかなかね、いやー見てますね。みんな上手いんだよね。さあもう一回ピックアップ。どうしよう、左の方取りに行こうかな。こっちちょっと取りって言いますか。さあ、ストームトゥルーパー。なんかこのストームトゥルーパーかっこ悪いな。なんかね、ストームトゥルーパー種類あるけど、なんか普通の、なんかよく見る。お、なんだ、後ろ？いたいたいた。はい、バリア張ってる。バリア突っ飛ばして、なんとか倒す。なんかエピソード7のストームトゥルーパーかっこいいよね。なんかあれのね、プラも欲しいもん。買おっかなと思う。まあ、未作成のね、プラも、C3PO とダースベイダーが今我が家に置いてあってね、全然作ってないんで、作ってからなんですけど。エピソード7のストームトゥルーパー、かっこいいよね。まあ、4とかのやつもかっこいいんだけどね、なんか俺が使ってるこれはなんかあんまりって感じ。これつか何に出てくるストームトゥルーパーだっけ？あんまり知らないな。この顔。いつものね、あの顔じゃないよね。なんか白と黒の。なんか、頭これ赤いし。さあ、ロケットランチャーを入手して、これ大事だよ、本当に。私の役目。めっちゃ重要。アウトオブレンジなんでね、ちょっと進んで、撃っていきたいとこだけど。あー、これと、影からね、撃ちたいよね。さあ、来た。ここから、覗いて、あ、いいね。ここから行けるか？ほら、ちょっと覗けるよ。さあ、溜まって、溜まった撃て！よし、当たった！これ。この状態で、撃つ。こうやって撃つ。はい、まあ、俺が撃ったところであんまりね、微妙なんだけど。なんかもっとロケランとか持ってる人がね、ちょっと頑張ってください、みたいな感じですね。はい、で、また、なんか、あれだな。もう一回やんなきゃダメかな、これ。敵いないかだけ確認して。さあ、おお、びっくりした。戻ろう。もう一回入手しに行こう。誰も取りに行く感じがないんでね。結構遠いんだよな。100メートルってなんだよ。遠いっすわ。さあ、お使いミッションっすね、これ。
ロケットランチャー取りに行ってね、撃ってまた取りに行ってみたいな。もう誰も取りに来てないからね。さあ、ここで、フラットリしてる、ドロイドがいないことを確認して、さあ、ロケットをゲットしていく。さあ、これ、重要ですよ。このロケットをね、いかに当てるか。ここポイントもね、稼げんだよね。やばい、今光ったよ。チラッと光った。あれは見られてますね。さあ、横から。あ、いい、ここ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 で。あー、ずるい、ここ。はい、ここから、はめて。はい、撃っていく。来たぞ。さあ、味方撃て。撃て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 。俺もなんか撃つ。雰囲気で撃つ、撃つか。ドロイド、ドロイド。くそー、バリア張りやがって。ヘビーですね、あれ。まあ、今回もね、ポイントは温存しておいて、まあ、ジェダイの騎士である、エピソード7のジェダイをね、使っていこうと思います。ということで、早速 G ボタンでピックアップして、あ、見える見える。いいっすね。ここで、狙っていきましょう。さあ、花の影から、ロケットランチャー。撃った、撃った。よし、みんな撃て撃て撃て。さあ、俺、このマシンガンで撃ってるの、ダメージ取ってるのかな。はい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 。これ、取ってんのかな。なんか、取ってなさそうな感じです。さあ、もう一回、ピックアップを、取りに行きましょう。まあなんかね、結構ガンガン、私はどっちかすと、キルとかしたいタイプなんですけど、こっち陣だとね、もうあれを撃たないとどうしようもないんでね、いくら敵倒したところでね、進軍されちゃ負けちゃうんで、まあ、オブジェクト重視、お、味方が取ってくれたかな。じゃあ私はもう一個の方、ピックアップ、取りに行きたい。あぶねあぶね、あぶねあぶね、うわ、めっちゃ撃たれてる。そう、あの乗り物もね、ポイント使えば乗れるんでね。さあ、私が持ったぞ。で、ガンガン突っ込んでね。まあ、これやると、ま、ポイントも溜まるんでね。ヒーロー使いやすいっていう利点があるんで。まあ、キル、するってよりはね、こっち使って、ロケットランチャーを使って、ポイント貯めるみたいな、風にした方が結果的にね、ヒーロー使えて、無双できるんで、いいと思いますよ。さあ、見えてきた。あ、つか、アタックって書いてる時に撮ってみるか。これで、大ダメージいける？お！いった？ダメージ的にどうなんすか？意味なかったもしかして。さあ、取りに戻ろうじゃないか。お使いミッション、再開です。で、一応ね、ドロイド、あ、いるな、あそこにいるんだよな。グレ投げとくか。はい、グレ投げて。で、ちょっとね、ヒルもしておこうかな。言うてもいないな。お、いるか、そっちか。こっちにいる？いない。航空機。うん、いないね。もうなんかアタックって書いてるよ。結構周りの人が撃ってくれてるね。おっと、敵がいた。切り出し入った。後ろ？上？痛えな。さよならガシガシ撃ってく。ボム投げて。あー、爆発のタイミングが遅い。なんかいたぞ。ドロイドくんがあそこに、うんこ座りして。さて、どうしようかな。ピックアップ取りに戻りますかね。そしたら。あ。やべ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 。そう、相手のカウント。これこっちのカウントか ?29 ってなんだ、こっちのカウントか。さあ、グレネード、これ投げて。うん、なんかいけそうな感じするよね。いけそうな感じ。あ、奥に敵が見えたけど。あ、いるね。シールド構えてる。さあ、でも、なんか、乗ったやつ、あれ、リッチハックだっけ、なんだっけ。違うか。あ、よくわかんない。乗り物乗ってるやつが暴れてくれてるんで。リターントゥーミッションエリア。ちょっと戻りますか。おっと？おっとっと、いででで、後ろから、がっつり当てていく。戻ろう。いで。ああ、何か後ろから来てたか。がっつり追われてるよ。なんか、これでも使ってみようかな。やめよう。ヒーローになりたい。
ポイント高いけど全然キルしてないですね、今回。さあ、リスポン。お、今度家の中からか。ああ、結構攻められちゃったかな。これやばいっすね。ああ、なるほどね。もう破壊はできなかったから、今度ここで守れよ、みたいな。ここでね、2箇所のやつを守りつつ、敵のカウントをゼロにしたら勝ちなんでね。おっと？ジェダイが。はい、撃ってく。ボム投げて。で、回復入れつつ、E ボタンで、ショットガンを。ぶち当てて。いく。はい。どうしよう、これ。なんか、まあ、守ってりゃいいと思うんだけど。まあ、押せ押せな感じでもいいかな。痛い痛い痛い。当たんない。うん。木じゃねえか、これ。大理石の影から出てって、猫からこいつらを見つけど、ちょっとやばい、やばい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 、ちょっと出過ぎたか、気づかれたな。ここで回復をしていきたい。で、回復使ってボムをポンと投げて、はい、入ってく。で、おっと、やばい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 、あー、負けた。ちょっとね、打ち出しが遅かった。おっ、レイいけるじゃないの。さて、エピソード7のジェダイ、マインドトリックを覚えたばかりの、レイを使って、無双していくぞ。でね、カウントが17なんでね、もうこいつで無双して、終わりにしたいと思います。あと15。15キルしたらこっちの勝ち。さあ、ライトセーバー、出して。さあ、行くぜ。ほら、無双だ。ぶった切ってやるわ。あ、しかもハンソロもいるしね。すげえな。どうしよう。違うとこから行った方がいいかな。しかもうあれなんだよな。どんな効果があるのかわかんねえ。いけ！よし！ほら！ほらほらほら！一人倒して、二人。はい。で、三人、四人、五人。また死んだ。残り四人だ。もうなんとかなるべ。簡単に突っ込んだら簡単にやられちゃうね。いくらジェダイと言っても、つうかさ、ライトセーバーで跳ね返すのできないの？これ。なんか、ジェダイといえばライトセーバーでブラスター跳ね返すっていう感じなんだけど、なんか前作できたよね。ベイダーとか、なんか能力であったよね。まあ、ということでね、まあ、なんとか防衛できたんで、勝ちということで。まあ、私がヒーローを使うとね、ひどいことになるのがわかりましたね。3回ともなんか、ろくなことにならなかった。まあ、楽しかったんだけどね、ちょっとひどい感じになっちゃって申し訳ないんだけど、なんとか勝てたんで、よかったです。なんか他のモードもあるんでね、ちょっと次違うモードでもプレイしていこうかな。